にしないだけどね。荷物お預かり。自転車多いやんな。ここやな。あ、二人お願いしたいんですけど。何泊ですか？一泊で。どうで？あ、はい。あ、まとめて大丈夫。また通るで。あ、そうです。体力回復しない。ふいな。というわけで今回もね、西成、簡単にね、なんか説明というか、お知らせしました。まあね、大体こんな感じで、大阪駅から、梅田ですね、御堂筋線に乗って、で、動物園前駅ですかねに降りて、で、そっからね、まあ、Google マップ使ってもらった方が早いと思うんですけど、で、そっから西成に行く方が一番楽かなとか思うんですけど、まあでも梅田から徒歩で、西成に行った場合は1時間半以上かかるかなと思います。はい。で、まあ、西成なんですけど、
まあ結構ね、まあ、今この歩いてる時間帯が9時なんですけど、5時ぐらい、朝の5時からやってるホテルありますね。1600円で、鍵交換代かなプラス1000円で2600円払うことになるんですけど、でまあチェックアウトの時に1000円返ってくるということで、まあ実質上ですかね1600円ということでかなり破格なんですけど、まあこの他にもですね、まあチェックインが夕方から、で1000円で入れたりとか500円で入れたりとかいう場所もあるみたいですね。もちろんお家がない人とか、まあ訳ありの人とかの無料、宿泊施設もあるみたいです。それはまあなんかそういうシェルターなところに行かないといけないみたいですけど、はい。でまあその1600円の場所なんですが、結構ねワイルドというか、まあ、昔ながらの感じでタバコの匂いとか、なんかねちょっと男臭いような感じの、場所だなと思います。でまあ屋根が天井が開いてたりとかいうこともあったりするんで、まあワイルドな人は本当に大丈夫かなと思います。カップルはちょっと不向きかもしれないですね。はい、いうわけでまあねここに荷物を置いて、で立ち飲み屋に行くという形で今回行ったんですけど、まあ、本当に美味しいお店が多いです。多いんですけど、まあなんか昼間からやってるところがまあ限られてんのかな。だいたいやってんのが、5時ぐらいのお店が多いなっていう感じをしました。はい、まあ一番早いところは丸福とか、まあ、それか満腹のお弁当屋さんでお弁当買って、でそのホテルに帰ってゆっくり食べるっていう方法もあるかと思います。はい、でまあ興味がある方はねぜひね行ってみてください。はい、というわけでスピーチありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは失礼します。はい、裏番スピーチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。